ご用件は？そちらでよかったですか？はいはい。お子さんの、はい、ご家族の方でよかったですか？はい。どういったご用件ですか？はい。あの BS の件でお邪魔してたんですけど。何の件ですか？あの BS です。衛星放送ですか？はい、BS です。 BS ですか？はいはいはい。矢部さんの方 BS の方は受信できるようになってると思いますので。 BS が受信できる？受信できてるよ、できてると思うんですけど。 BS が受信できるってどういう意味なんですか？あの BS のパラボラアンテナがついてて、はい、画面の方に BS の方は受信できてると思うんですけど。ちょっとごめんなさい、意味がわからないんですが。意味がわからない。 BS っていうのは何なんですか？ BS っていうのはあのブロードキャスティング。ブロードキャスティング、それは何なんですか？ちょっと分かりやすく説明していただいていいですか？スカパーとか、ワウワウとかって知りませんか？スカパーとワウワウは知ってますよ、はい。はい。スカパーさんですよね、はい。はい。それと同じで、それと同じ衛星放送で。衛星放送、はい。スカパーさんとかワウワウさんは知ってますよ、はい。ええ、それと同じようにあの BS ってのがあるんですよ。はい。それのパラボラアンテナがあって、はい、テレビの方に、BS チューナーが内蔵されてる場合は、はい、BS の方が受信できるようになってるんですけど。CS だったらわかるんですけど、BS っていうのは、多分映らないっていうかよくわからないんですが、ワウワウさんとかスカパーを見るために、そのアンテナがあるんですけども、BS っていうのは多分映らないと思うんですけど。ワウワウ映りますか？ワウワウさんとスカパーさんは、視聴するように、工事してもらってるんですけど、ただ CS と聞いてまして、BS っていうのは聞いてないんですが、ワウワウが映るっていうことは BS も受信できるんです。あ、そうなんですか。でも別に、はい、それがどうかしたんですか？今現在が地上契約なもんですから、はいはい、BS が受信できる場合は衛星契約への種別変更が必要なんです。それはどうしてですか？どうして、どうして必要かってことですか？はい、種別変更が必要だとおっしゃるので、いや、どうしてそんな変更しなきゃいけないのかなと思って、はい、受信契約っていうのは、はい、大きく分けて地上契約と衛星契約に分かれるんですよ。はい。で、地上契約というのは、はい、今おっしゃられていただいてる、地上波、背破り型の電波のやつの契約なんですね。はい。で、そこに、はい、衛星系、まあ、BS が受信できるようになった場合は、はい、衛星契約への種別変更が必要なんです。なぜ必要なんですか？なぜ必要っていうのは、放送法受信契約に、そういうのは記載されてます。その、記載されている放送法や受信契約のことについて説明していただけますか？いや、説明っていうか、それが説明できなければ、説明していただけなければ、その、契約の変更が必要だと言われても、承服いたしかねますが。説明に来ているんじゃないんですか？説明のお電話じゃないんですか？いや説明じゃあ納得できる説明ができないのに。いや、これ条文を見てもらうしかないんですよ。はい、
を見てもらうしかないんです。じゃあ条文見てもらえますか。今手元にありますか。今読み上げたのが条文に書かれてる。ちょっとじゃあ64条放送法64条の第1項ご覧いただけますか。手元に置いていただけますか。いわゆるあなたは放送法や日本放送協会放送受信規約に基づき契約の変更が必要だと主張されていらっしゃるわけですよね。そうです。はい。ですから放送法64条の第1項をちょっと見れる環境というかちょっと開いていただけますか。 NHK さんお持ちのもの。そうですね。私64条見れないですか今。放送法64条は放送、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送についての受信の契約を締結する義務がある。ただし、協会の放送を受信することが目的でなければ、この限りではないと書いていますよ。つまり、テレビを設置した、もちろん衛星契約、衛星放送を受信できる環境になったからといって、それだけでは直ちに、契約の変更が必要であるという意味ではありませんよ。あ、そうですか。嘘の説明をしましたね、あなた。いや、嘘ではないですよ。先週 NHK さんこの件にして裁判負けてますよ。4月15日。嘘の説明じゃないんであれば、堂々とそれは間違いないと言えますね。責任を持って堂々とそれは嘘の説明じゃないと、はっきり言えるんですね。あなた放送法をまともに見ることもできないのに、それが嘘の説明ではないとはっきり言い切れるんですね。詳しい方、改めて訪問させますので。誰を訪問させますか。いつですか。いつ訪問させるんですか。ちゃんと約束してください。そのように、上の者にちょっと相談してみますから。放送法27条違反になりますから、ちゃんとね、質問に対しては回答する。上の者に相談して再度訪問するようにしますので。上の者とは誰ですか。あなたの担当の職員の名前を教えてください。私が直接聞きます。改めて訪問しますから。いつですか。じゃあいつまでにちゃんと期限決めてください。分かりません。それはまだ分かりません。いつぐらいですか。じゃあ1ヶ月ですか、2ヶ月ですか、1週間ですか。27条違反ですよ。放送法27条違反犯してますよ、あなた。放送法読んだことありますか。 NHK の仕事をするんだったら放送法ぐらい一度読んでみなさい。そんなルールも分からずに人の家に来てこれが間違いないなんて断言していいんですか、あなた。勉強しろよ、しっかり。わかりました。どうもすいませんでした、ね、名前なんていうの君。名前なんていうの。